つの能力しか鍛えられない縛り栄冠ナイン極み高校やっていきましょう。高専の3回戦目かな。3回戦目っていうかもう準々決勝です。で次が準決勝、あそして決勝、今日決勝までねもし進むことできたら3連戦やっていきたいと思います。おい、そしたら次回入学式、まあ、ここ勝ってね、あれになること大事ですから、総局になるって。はいはいはい。谷本ね、ファーストサブポジでちょっと弱いですから、他のところせめてサブポジにしてあれですけどね、あれしたいけど、あ、そっかお前無理だまだ。そうなんですよ、だから西島くんが出たいとか言ってます。調布です、強いですよこれ、 A ですからね。さあみんな気合い引き締めていくぞ、同じ関東だ。ダメんじゃねえ、まあ、関東はうちのもんじゃい。強豪調布、なんか似たようなユニフォーム仕上がって脱げよお前ら負けたら。二度とユニフォームを着てはいけない、かけたユニフォームをかけた戦い始まりました。抑えました、なんとか。144キロの DC スライダーシュート、シンカー、右投げ右打ちね。佐々木朗希、佐伯、梅谷、北野、千葉ら、村津、村岡、渡辺、千葉、まあ、強くないですね、普通に力押しで勝てるって感じ。なるほど、本当ね、こっちの見てくださいよ、こっちの強さって感じ。ビビビビビ、調布ここは引っ張りに警戒します。でもバレてます作戦が。うーん、榎本は本当1試合一撃あるかないかだからな。エラーで出ましたが残念ながら、こっちめちゃめちゃ調子いいんだけど、おっとまたホームラン打ってしまった、千葉県の千葉に。もしかしたら今日1回戦で負けて次もう入学式になってしまうのかもしれません。初球決まったね。そういえば今思ったけど、多分栄冠ないあれですよ、次回ね、一つ変わるアップデート。ああ、ああ、どうでもいいこと言おうとしたら、ああ、何ですか。ああ、なんか変わること俺一つだけ予想できますよ、しかも当たってると思います。次回の自作の栄冠ないですか。まあアプリの方でもあるかもしれませんけど、新作栄冠ないは8まで出ます。これなんで、あ、特殊能力こうやって強心臓とかやった時にやったと聞いたとき8が出るっていうのが絶対あると思います。なるほど、まあ乾燥してるのちょっと変ですからね、7の時あれ究極の思考って1上げるじゃん。あ、だからあの時に7で乾燥したらもったいないんで、究極の思考の時だけ8になるっていうね、そういうの絶対あると思います。上限突破が、はい、上限突破はコナミさん大好きなんで僕の予想です。第2球打ちました、ずるい予想ありがとうございます。これでワンアウト、今言ったから多分訂正修正するよ。あ、そんなこと言うなら俺7にしてやるわ。高田くん調子いいっすね。高田はセダスもいいしね、打ってくれさえすればめちゃめちゃ重宝。初球外れても、もう6番まで上がっちゃってるしね。ねえ、さあ次の投球、前なんてあの8番でしたからね、打ったから、残念。ねえ、ねえな、なんだその飛距離。あ、来ました谷本、今噂されている谷本くんですよ。ごめんお前、打順上げるの忘れたわ。おい、7番だって。今日はまたミートでしょ、大事な時に強振だからこいつは。逆にね、投げました、相手の心理読んでね、逆にミートヒット1本ね、あの欲しいだろうって思われるときは強振する。シュートは空振り。今ね、どっちかね、どっちかというと、どっちかというと強振か。低めボールが、おお、落ちるの？落ちた。流し打ち指示でそこに打てるなんて。谷本のおかげで勝ち進んでるぜこれ、すげえぜ。手のひら返し、くるくる。引退間近でしたけどね、覚醒しなければ。ねえ。首側のね、あの歩いてるとペラペラ一枚で、ね、もうすごい強いってなる。あれお前首落ちかかってるよって言われてんだけど。さあ落ち合い、黄色い声援でこちら。スライダーの本あったら1上げて3にすれば強いと思うんだけどな、落ち合いくん。やっぱりスライダーなんすかね、打たれてんのは。かなあ、だってね、インコースから来る球も甘いぞあれ。第4球を投げた、低めの球。非本塁打球種見てみたいですけどね。あ、なかったっけ。普通のパープルにあるんですけどね、栄冠ないもんな、下げそこら辺あの経費削減してるんで。次は6球目投げた、打ちました。おっとこれは守備が、おっと邪魔でどけと、ナイス打ち合い。ただこれまずいですね、先ほどホームランだった千葉くんです。しゃみんな前進守備で千葉にプレッシャー態度、ゴロ打ったら終わりやでーって、めっちゃ目の前まで。で谷本だけちょっと、あ、ファーストあんまり自信ないなーっていう目してます。バッチコイとか言うけど絶対に来てほしくない谷本くんであった。バッチくんなーって、あ、ビビった今、谷本ビビりました。バッチくんなー、バッチくんなー、外れたボール、第5球投げました、おお見逃すそれ。今谷本くん落合に三振取ってくれて言ってます。あ、セカンド前進してるけどこれは厳しい、バウンド悪かったな。さあまた勝ち越されてしまいました。
しかしまだこの男がいるじゃないですか。え、どうも。ほらこの瞬間にこれ究極やったら8になるようになりますよ。新しいのはおそらく僕の予想です。調布ここは引っ張りに警戒します。それっていつからできるようになったか。立て、おエラーあるよ、エラー誘えるよ。掴みました。これでこういう時に限って風がない。ありません。お、チャンス作ったけど2アウトだ。チャンス A の渡辺、今日同点シンプルチャンス A の渡辺入ります。新2年生渡辺、まあラストチャンスだね渡辺。これで打つか打たないかでお前はベンチになるかならないか変わります。でも誰が入るんだ代わりに。初球ストライク中里、第2球ストレートはもう、なるほど。でも中里の方が打ってる気がする。第3球を投げた、あっと引っ掛けた、キャー、ファールフライだとお前一番最悪やないかい。スリーアウト。今日おいおい負けてんだぜ。ヒットナイス、よしし走れるはず。今日追う展開で相手のバッテリーが強くなければ投手オクトパス復讐140。わー厳しい。うわー、ミツル的にはアウトになる。いや面白ければヒットエンドランっていう手もあったんですけど2ですか。榎本に任せよ。これはねアウトになります。これ嘘です。この6はこれ誘われてますね。今来てるよ、今来てるよ公式が。絶対これは罠です。罠6。あ、まあダイソー使いますか小林、こんな時のために。まあ、そうだな。ヨシシンを避けることになりますが、ここはねチャンスを作りたい。小林だったらこれはもうね成功してもらわなきゃ困る。牽制死するんじゃね。大丈夫これ待った方がいいですか。いやでもね1球無駄にしちゃうよな。変わらないよね、待っても牽制来る可能性ありますしね。ああ第9、一塁ランナー、オッケー、よしよいしょ。大球決めなってよ、あとお前が好きに振るだけ。よいしょ。調布ここで引っ張りに警戒した守備位置に。わあもうライトフライ以上がいいね。せめて進塁だったやつね。そう第3球を投げた、ライトフライ、かっけー。まあ小林だったら余裕でしょう。タッチアップセギア、わあし、はい、お面白い。水プロさん、うん、右に左に水の悪くないですね。今日は引っ張り、じゃあせめて外野フライ打ってくれ。いやこれ外野前進してるやろ。あ、しねえや、外野警戒してる。よいしょ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 、抜けろ抜けろ、落ちろ。まあ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 、完璧タッチアップです。作戦通りに1点を取りました、素晴らしいです。おお、高田が出ました。そして谷本、ここはヒットでもいいところ。あ、来た来た、ここが谷本チャンス。谷本チャンス、打率4割7分8厘。いや前回の例があるからここはやっぱ打つしかないっすよ。今日は死んだよ、ヒットでもいいというところで。外角の高めのストレートバッバッブリッチバッチッ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 。ここは黄色い線だけど押し切れるでしょう。第9球高めボール、第2球投げた、いやいやそれだ。いやでも相手が打つようになってきましたわ、落ちる球を。はい、あ危ない、これが危険なね、インコースから、ね、入ってくるスライダーなんで。わーし11打三振、ここです。中里健一、ここでランナー出たら落ちるがバントできるんです。外野は長打を警戒します。投げました、ケンちゃん惜しい。いやー停止、うわこの雨の中ヘッドスライディングは高校野球児っぽい。鼻に入るんだよな、土が鼻に入るんだ、うん、スラパンの中に入るよな、ベルトとか。落ちゃいい打球、あー相手の守備もいい。さよなら負け、こういうのあるよ、こういうてーてーてんてーてん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 カメラ、なんでてんてんカメラじゃなくて、少ない点数の時の拮抗状態の9回の裏はよく負ける。無難にランブはホームランも一応打てるんだよな。指示はできないけど引っ張りとかにすれば長打もあると思うんだよね。それ無難なんですか。じゃあ転がすはいらないな、さすがに。セーフティー面白いと思うけどね、バントの次のバッター村尾でしょ。そうなんだよ、繋いでもらっても、ここはちょっとランブワンチャンホームランで決めてくれって感じだよね、試合を。強振にはできんだ。第9、ここはほらほらほら、それです。まずは見送りました、まさにそれ。ホームランね、打ってる打ってるよお前。投げました、2球目空振り、あーダメか。南部びっくりですもん、えホームラン打てのサイン初めて来た。打ちました、あーまあしょうがないなこれは。スリーアウトになります。今日わずかだって不安なんだもん、ここ。9回の表が負けるときはいつもこれ、同点9回の裏突入。あ谷本ファーストミットエラーポロリ事件が発生するかもしれません。谷本はここまでかな。であと1打席あるというのに
信頼しないんですか。まあじゃあ出すよ。守備で迷惑かけたらマジでお前責任取れよ。この前はヒーローでしたけど、今回は先輩になって腹切る。さあ落ち合い行こう。初球打ちしっかりしろ谷本。オッケー、これでワンアウト。先輩とは違うのだよ。先輩がエラーした理由は覚醒してなかったけど、でも自分は覚醒してるんで取れます。覚醒したぐらいで生きんなお前。15本本塁打打ってるあの阿部拓と比べたらお前なんてチンカスみたいなもんなんだから。第3球を投げました。低めでさあ飛ばし極み村尾。オッケー、これで2アウト、ランナーありません。と言ってもこれで抑えても勝てるわけではなく、第9、いや内村くん3割3分3厘ホームラン3本怖い。うー、小林ダッシュ。よし村尾を頼む、出てくれ。ノーヒット村尾、痛いですね。これはやっぱ2番は谷本にするときだった。今日調子いいやつから前に出した方がいいかって。第2球転がしてくれ。もう転がせが一番ヒットの確率が高いですこのゲーム。投球はこれから3球目。3球目ストレート、振らなきゃ始まんねえぜ。振ってけ振ってけ。さあ4球目。おっ、うわー惜しい。風3メートル投げた。ナイスナイス、よし。いやいや、この出塁でかいです。走りたいけど無理だよね。村尾にはきついな。バントやろ、ここでバント丸が生かされる時やろ。いきまーす、セーフティーバント。第9投げた、バントしてきた、取りました。送りバント失敗。送りバントにしなかった私の責任です。大変申し訳ございませんでした。でもまあセーフティーでもよかったけどね。いや今のは送りバントだったね。送りバントにしてしっかりとバントして、で足が速いからセーフになる。最悪勝ち越しのランナー二塁に行く、そこでしたね。今のはちょっとしじみすっすね。セーフになる送りバントにしたかったと。そう、まあ、榎本くんが、まあ、大丈夫、谷本まで回せば谷本やるから。うわ今のしじみすっすねマジで、ごめんなさい。第9、さあケツを拭いてくれるか榎本くん。シジミスは負けるぜよお前。次の投球来た、インコース頼むえのちゃん。大丈夫ですよ監督って、ホームランってくれるよ。スライダー空振り。それとも今の行動で結構ショック受けてるのか。やること高めストレートは外れ、あの顔からは判断することができません。第5球投げました、ボーブでストライクって言われたの審判どうした。ストライクボール投げました、打ちました。あら繋ぐことできない。取ってアウト。水ブラウ流し打ちが高いときは流し打ち。第9投げました、まあ、サヨナラ男全く生かす機会がね表なんで。1球目空振りから、インコース攻めまーんでバレてんのかな。第3球を投げました。あっあっ、いいよ、いきたー。水のプロです。プロのような流し打ち、これがプレヒッターと流し打ちを使い分けられることができる二刀流です。そして高田調子がいいですよ最近。揺さぶって高田いいっすね。3割3分8人まで上げてきました。ブチ上げた高田。第2球投げました、2球目空振り。あと1点欲しいな。投げたストライク。さあ4球目、いやいやらしいこのカーブ、何これ。面白いぞ面白いぞ。ああ来たぞ来たぞ谷本。いや今だろ今、うん、来ちゃう。来るよもう、これはもう言ってる、ホームラン打てと言っている。ストレート、外角高め、広角打法、いただき、第2球いただき。何を狙ってるんだ。2球ボール球ちゃんと選びました谷本、偉い。投げた、ストライクも見逃していく。アウトコースだぞ、アウトコース攻められてんぞ、得意じゃねえのか。投げた、打った、あードンズマリードンズマリードン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 ズマリー。この前の空き席だったようです。抑えたら勝ち、まさか延長戦まで行くとはね。第9初球に送ってストライク、投球これから2球目。いや、いい球や落合君。少し意識しすぎたか。俺流だね、俺流の投げ方だよ。一つはいいフォークからの最後は投げました、フォーク。さあ取りづらいぞ、キャッチャー風が強くて雨水もある。ナイスキャッチ、マジええ感じやねん。あと2人、第9投げました、外れた、ボール。今日は本当に粘られましたね相手に。そうだね、まだ終わってないよ。投げました、打ちました、ほら何やっとんねんこのボケなす。
高田ずっこけてんじゃねえかお前。やばい、ホームランで終わる。さあここはゲッツー体勢を取ります。高田自分の真下をボールが通りました。一塁牽制球を送ります。タイミング間違いすぎやろ。投げました。ジャパネット、夢のジャパネット、高田がやってしまいました。もう少しでも隙見したらすぐにさよならにしてくるやんこいつら。何これ、優勝できないんですけど。あ、160になったよ、横田です。高田くんは落ちた極み高校ですわ。これは甲子園ずっと優勝してた極み高校、まさかの夏も取れず春も取れず。あれ、あ、うん、そうだわ。だから総局がないんです今年。はい、ありゃあ何もタイトル取ってないじゃん。はい、夏も秋も春も優勝できませんでしたこの世代。まずい、当たれば監督に処刑が。落合世代結局ダメっすねこれ。まさかホームラン取ると高田。でもね、やっぱり落合なんすよね悪いのは。結局松井裕樹のように長打がない、ホームランがめったに打たれないってやつじゃないんでね。ああ、ホームランバチクソ打たれるんで、芯に当たっちゃえば軽いんです。そう、変化球っていうのは軽いんですよストレートより。多分ですけど普通に最終回土田出してれば負けはしなかったと思います。連打はあってもホームランないんで175キロは。まあそんな中ね、そんな中来るのが極み高校、落ちた極み高校をね救うために来る。これ今萎縮してない？あれ優勝できなかったやんってさ天才じゃなくなるかもしんない。次回楽しみの入学式、みんなでね期待して待ちましょう。